こんばんは、元男の子の青木かのんと、ホタルです。久しぶりじゃない？ね、久しぶり、UFO キャッチャーぶりだわ。で、今回はですね、はい、なぜ寿司があるかというと、うん、去年、2019年の、はい、まあ、10月頭にはなっちゃうんですけども、まあ、約、ちょうど1年前ぐらい、ちょうどじゃないか。うん。1年前。まあ、だいたい1年前ぐらいに、ホタルくん、このチャンネル出現し始めたじゃん。出現どうしたか。最初モザイクだったじゃん。ちょっと怪しい感じの。モザイクして、うん、で、呼び出されて、なんかダンスを踊って。全然顔を後悔するぞ、みたいな感じじゃなくて、もういつの間にかちゃっかり顔出てるみたいな、ね、感じで順を追ってね、露出してった ね。確かに。あの時から、うん、まあ、大体1年経ちましたと。うんうん、ということで、今回は動画出現してから、まあ、1年記念ということで、はい、まあ、ここ1年間をちょっと振り返りながら、はい、いいね、お寿司食べて、うん、まったりトークしていきましょうかと。ああ、絶対寿司だね。やっぱね。かっぱ寿司の北海道限定セット。で、ちょっと奮発して3700円のやつ。2人前なんで。これ。1人前1何百円だね。うん。やらしい。うまそう。ね、え、でかくない？ほら。で、僕な。で、これはね、以前ちょっと僕がね、サプライズをさせていただいた時に、板前さんからいただいた醤油です、うん。めっちゃ美味しいよね。これちょこちょこ使ってるよ、個人的に。美味しい。めっちゃうまい。うん。なんかね、違う、やっぱり。お、気利くじゃん。当たり前じゃん。ありがとうございます。何年の中なんですかっていう感じですよ。大学2年ぐらいからだもんね。もう大体まあ6年7年ぐらいだ。そうだよね。いや早いね。一応とりあえずいただきましょう。はい、いただきます。いただきます。1周年ありがとうございます。ありがとうございます。これからもお願いいたします。ね、だって動画にさ、こうやって出続けられるのもさ、あ、やっぱさ、まあ、確かに、うん、ね、うん、批判的なコメントがないからさ、なんかモチベ保てるっていう切ない。あー、確かにね。一番最初ら辺にあってやられたら、多分出る気持ちにはもうならなかったかもしれない。そうだよね、うん、それはやっぱ応援してくれる皆さんが優しいからじゃない、うん、しかも最初めちゃくちゃいじってくれてたからね、みんな、ね、大喜利してくれたりとか。最近ちょっとね、大喜利不足。そうだ、結構冷静なコメントをいただくことが多いわ。じゃあエビいただきまーす。はいはい、エビです。ちょっとガリいい、こっちをして。いいよ、いただきます。一口。うん、うん、おいしい。じゃあ振り返っていきます。はい。あ、じゃあ一回ちょっと渡るくんのあの一口食べた表情をね、見届けてから。うまっ。プリプリだ。ちょっと裏返ったね、こう今ね、うん、ファルセット食った。ファルセットね、今日さ、うん、何やるかっていうのさ、うん、マジで直前まで分かってなかったから。まあ、今日は緩くいきたいっていうか、久しぶりにさ、緩い動画出したいなと思ったのよ。まあ、いつも緩いって言われたらおしまいなんだけど。確かに。まあ、いつも緩いですけども。いつも緩いでしょ。緩いですけども、でも、いつも以上にまったりと。うん、まあ、いいんじゃないですか。だっていつも企画じゃん、大体。まあ、ね、ちゃんと考えてるよね。あの、まあ、私たちってその、多分応援してくださってる方だったら知ってる通り、男子時代の友達と付き合ってるんですよ。うん、私が大学生の時ってまだ男の子だったじゃん。うん、出会いたての時って、なんか、まだ女になりきってないというか、まあ男だったよね、普通に。うん、そうだね。普通に男の子だったね。ね。うん、だからその頃から私知られてるから、なんか最初渡るとこう、久しぶりに女の姿で再会した時は、ちょっと恥ずかしかったんだよね。あ、男時代知られてるから、なんか女として接するのがちょっと恥ずかしかったの。だからなんか動画渡る撮り始めた時の頃って、うん、どっちかというと男同士のじゃれ合い的な、じゃれ合いみたいなノリをしちゃうみたいな、うん、やっぱ恥ずかしいからさ、うん、なんか女ぶるっていうのもあれですけども、うん、あ、めちゃくちゃわかる。わかるっしょ。渡るもそう。あ、まあ確かに、うん、手紙の時も言ったけど。はいはいはい。やっぱね。いくら食べたっけ、うち。食べてないか。食べてない。あ、はいはい、どうぞ。はい、続けてください。らしいね。なんか手紙の時にも書いたけど、はいはい。第一印象がすごいね、綺麗でね、ドキッとしたっていうのもあるんだよね。だから、普段のその、な、過去の、男友達と接した時よりかは、うん、はるかにやっぱ緊張はしてたかな。空白の期間があったわけじゃん。うん。そこに対して、こう、どうやったら距離縮められるのかなって。まあ、男性だったらさ、例えばボディタッチで、わーいとかやって、すぐ、ふって、うん、縮まるけど、もう女性として見てたから、その時から。マジで？うん。いや、だから、どういう風に話しかけようとか、そういう本当にレベル。そっか、だって、まあ、そうだよね。うん、あの、渡るは見た目がさ、うん、変わってないわけじゃん。でも、うん、うちの場合はやっぱり男から女に変わってるから、それ接し方戸惑うよね。戸惑う、戸惑う。多分、それはね、みんなそうだ。みんなそっか。うん。カニうまっ。美味しいね。うん、
だからなんか最初の頃はやっぱり二人で動画撮ってたじゃん。やっぱね、ちょっと男時代のノリをね、したがっちゃったんだよね。あ、でもね、それはね、感じてたよ。あと視聴者さんから言われたもん。なんか、いや、彼女らしい振る舞いをしないと、かのんちゃんダメだよって、すごい、アドバイスいただいたの、視聴者さんに。コメントはそういうの見てたね。うん。だから、わ、めっちゃごもっともだなと思った。確かに他のカップル動画を見てると、うん、やっぱカップルだもん、ちゃんと。でもなんか、恥ずかしいんですよ。わかります？膝の上乗ったりとかね、なんかそういうあるよね、カップチャンネル。ああ、無理無理無理、恥ずかしくて死んじゃう。知らない？恥ずかしくて。俺は平気だよ。嘘つけ。だって、わたるくんも、青木かのんの男子で知ってるわけだからね。ああ、まあね。あの頃を知ってるのに、うん、女扱いよくできるなって。で、やっぱり誰しも思うわけですよ。っていうか、やっぱりね、うちもさ、高校時代の友達とかと未だにその同窓会とかやるんだよ。うん。で、やっぱうちの今の姿じゃない、昔の姿知ってるから、うん、やっぱね、今でもちゃんと男同士のノリで来るんだよね、向こうは。うん、まあ、中には、あ、見た目女だからちょっとノリの、うん、仕方がどうしたらいいかちょっとわかんなくなっちゃったよっていう友達もいるんだけど、うん、でも大体が、おい、大きい、久しぶりじゃねえかーみたいな感じで女の姿だけども、もう変わらずに来るんだよ。だ大体それが7割ぐらいなの、全体の。うん、なるほど。だから、よく振り切れたなって思う。だからそれはね、ほんとね、ありがとうございます。前さ、はい、お母さんに挨拶した動画あったじゃん。うん。あの時に俺ちょっと話してるんだけど。本当？話してるよ。要は、その、会ってない期間があったからがゆえに、もう女性としてちゃんと見れたんですよっていうのを俺は動画で言ってて。よく覚えてんね。うん。え、これ中トロ？そうで中トロ。ダメだよ。あ、私のやつは残しといてね。いや、2貫食べませんよ。1貫ずつだからね。うん。ダメだよ。もうこれダメだからね。うまっうんめ、美味しいでしょ。あれはだってかっぱ寿司ですから。うん、そう、だから、やっとここ最近、ちょっとは、あの男時代乗りが抜けてきたっていうか、なんか素直になりつつある。うんうん、あ、ねえ、それすごい感じてる。俺は。お、うん、成長じゃん、青木かの、うん。まだ、だって私、7歳だからね。女になって。だから、小学1年生なんですよ。それはなんかあんまよくわかんないけど。わかんないけど、はい、あの、よくさ、ちょこちょこバレンタインとか料理とか動画であげてたじゃん。あ、まあ、あれ以外にもさ、実はね、取り組んでくれてたりしてたじゃん。うん。まあ、すごいそこから、なんか意識が変わったのか、だんだんなんかもう、そのノリがどんどん変わってきたっていうのを感じてる。本当に？うん。ありがとうございます。困ってんだよ。まあ、これはこれで楽しいよ。ああ、そう？うん。だって、喧嘩しないもんね。揉めたことあるかな？一回だけある。原宿駅で待ち合わせする前に山手線の中でお互い LINE で喧嘩した。喧嘩したっていうかなんだろうね、あれは。まあ言い合ってたよね。ちょっと。でも、今もっと大したことないんじゃない？なんでか忘れちゃったし。うん、確かに。ね、あとあれですよ。私と言ったら、まあ、性別変えたわけなんで、うん、いわゆるその裸のお付き合いですよ。うん、うん。裸のお付き合いってさ、まあ、あの男同士だったらわかるけどさ、まあ、うちらってもう男子学生だったわけじゃん。うん、だから男の子同士って普通に、まあ、温泉とかさ、まあ、林間学校とかでもみんな行くじゃん。修学旅行とかでも。なるほどね。一緒に入るじゃん。うん。私は男の人に裸を見せるのも別に抵抗なかったんだよ。うんうん、でも、男のノリで裸をこうやって、うえーって見せるんだったら全然できんの。うん、でも、女として見られてる人に裸を見せるのがやっぱりね、あ、できないみたいな。確かに。それ難しいかもね。やっぱ7歳だからさ、まだ。うん、でも、ちゃんとお風呂とかも一緒にさ、入れるようになったじゃないですか。だから、なんか成長したよね。うん、確かに。そこは成長したかもしれない。で、視聴者さんからめちゃめちゃお叱りいただいたからね。あ、そうなの？だって、わたるくんに裸見せたくないみたいな感じで動画で最初の方言ってたじゃん。まあ、それはなんか、付き合ってるとか関係ないと思うけどね。いや、でもやっぱ、付き合ってたら、なんかお風呂入ったりとかも、やっぱそれも楽しみの一つなのに、なんか彼氏さんがかわいそうじゃん、みたいな。もっと、愛情表現はちゃんとした方がいいよ、みたいな。うん、でも、お叱りしてたかも、アドバイスだよね。うん。いただいて、あ、確かになって。なんかそっからね、徐々にね、この1年間で、なんかやっぱ変われたよね。なんか男同士の友達みたいな、ごめんね、ちょっと悪いけど、やっぱその部分が抜けきれてなかったんだよね。うん、恥ずかしさもあるから。照れ隠しのために、うーわーみたいなやったけど、今は、それはまた別か、違うか。でも、ちょっと変われるようにね、なりつつあんの、自分の中で。じゃあいい1年だったね。いい1年だったね。年末振り返ってるみたいになってるけどさ。あ、でもそうですよ。あ、中トロです、これ。中トロね。いや、いいね、これ。いや、いい食レポが、食リポ？食レポ？聞けるんだろうな。うん。うわ、あまりのうまさに、イカ寿司は
って、昔テレビで言ったの。それをね、アナウンサー時代に。あまりのまさにイカ寿司がーってね、言ったらね、うん、スタジオがね、めちゃめちゃシーンとなった。原口あきまささんとかね、うん、もう大物の芸能人の方いたんだけど、うん、もう大滑りして、した。大滑りは大滑りでさ、うん、めっちゃ面白いじゃん、逆に。あ、ほんと？そうなんなかったの？あ、なった、なった、なった。やっぱそこはね、皆さんプロだからいじってくれた。うんうん、イカ寿司のことじゃなくて、うん、前髪もしかして自分で切ったって言われた。角度が全然違うね。うん。でもプロなんだなって。うん、私、イカズチがーってこうやってやって、シーンってなった時に、あら、奥さん、前髪自分で切った？要はあれでしょ？切ったやろみたいな。そのシーンを見てなかったことにしてるんでしょ？そう、多分そう、あ、うん、そういうことか。いや、そうでしょ。なるほど。だから前髪に切り替えたんでしょ？そっか。え、いいの、うん、え、いいの、だって俺エビ食べたもん。え、うちも食べたよ。じゃあいいよ。本当に？え、ありがとう。うちめっちゃ一番好きなんだよね、生エビ。あ、そうなの？よかったでしょ。生エビっていうか赤エビ、茹でてないエビ好き、うん、めっちゃ。ありがとうございます。うん、イナスだわ。前髪切った。うん。切った。うん。いけるんじゃない？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でもほんと、わたるくんと、今、じわじわ来てる。さっきのやりとりが。イカ寿司から稲妻にグレードアップしたからね。ああ、そうなんだ。そうで。ああ。まあ、この一年ね、わたるくんと出会えて、私は、うん、まあ、ちょっと女っぽく、素直に、自分のことを受け入れられるようになったかな、というふうな一年だったんですよ。じゃあ、わたるくんはどうでしたか？うん。まあ、緊張から、本当に緊張してた？いや、最初は本当に緊張してて。え、マジで？だから言ったじゃん、一番最初に出た時に。このカメラとかのレンズが、拳銃のなんか銃口に見えるみたいな。あ、本当？そのぐらい緊張する。そんなに？で、そこの緊張から、今なんか、はい、今日久々に動画出させてもらって、うん、なんか撮りたかったもん。っていうような、こうなんか、欲の部分の方にこう切り替わってて。あ、そうなんだ。今ではなんか動画に対して、まあ、コメントしてもらえるのも嬉しいし、うん。いろんな人に見られてるんだなっていうのを改めて実感して、それがなんか結構やりがいにつながってるかな。だから緊張から今すごいなんかやりがいの方になってる。うん、じゃあ、うん、青木かのんっていう一人のあのやつと、一年間、うん、まあ一緒にいて、うん、どんな感じに思いましたか？まあなんかもっといろんなことしたいなって欲が出たから逆に。今って一年間、お付き合いさせてもらって、うん、一通りのこと食べしたんだよ、うん。なんかご飯食べ行ったりとかさ。ちょっと出かけたりとか。はいはいはい。はいはいはい、だから、いろんなことやっていきたいなっていう。それがちょっといろんなことが何かって言われると答えられないけど。まあなんかやっていけることが多分これが広がってくんだろうなっていう面で見ると、すごい楽しみかなっていうのあるね。あ、聞き忘れてた。あと一個聞きたい。一年間で、青木かのんは、女としてのそのレベル上がりました？言い方はあれかもしんないけど、はいはい、女性らしさはさらに出たよね。あ、色気から。あ、そうですか。だからもうほんと極端な話、はい、手の爪から、あ、はい。含めて、すごい綺麗になったと思う。あ、ありがとうございます。多分それって、俺が見るより他の人が見る方がさらに感じると思うんだよ。あ、マジで？俺でもそんぐらい感じてるから、はい、視聴者さんとか、他の人って多分相当感じてるんじゃない？この間実はね、これ言っていいのかな？マネージャーさんにも、青木かのんさんが、たったるさんとお付き合いしてから、すっごい綺麗になったんですよって。あ、そうなの？目キラキラしながら言ってて。あ、ほんとに？マジの話？いつ？お UFO キャッチの時。だそうです。いやでも本当にそこはすごい言ってた。いやこっちも嬉しくなった。それはめちゃめちゃ嬉しいね。うん、なんかちょっと恥ずかしいですけど。うん、恥ずかしいですね。本当の一周年は、うん、29日じゃないですか。はい。付き合ってからは。はい。それは、ちょっと二人でプライベートでなんかお祝いしたいね。確かにね。そうだね。なので今日はこうやって応援してくださっている方々に動画上でのこのお礼を言いたいなっていう形で少し29日より前ですけども動画出させていただきました。本当にこの1年間ですね、応援してくださった皆さんがいたからこう動画をモチベーションが続けられましたね。うん。本当ありがとうございます。ありがとうございます。またいろんな動画撮っていきましょう。どうした？いや、締め方が分かんなくなっちゃって。まあ確かにね。うん。いろんな感情が今。そうだよ。このかしこまる。乱れてるからね。ね。うん。かしこまるのすごい苦手だからさ、どうしよう。見えてないんだけど、うん、ずっと。手荒れさ、ずっとしてるからさ、こうやって。そう、ずっとこうやってやってた。落ち着かないんだ。落ち着かないよ。だって、そういう動画撮らないもん。助けてよ。まあ可愛いんじゃないですか。いやー、あ、今ちょっと前乗りしようって、やめるよ、お前って言いそうになったけど。あ、やめといた。
やめといた。OK、OK。っていう感じで、今日の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタンお願いします。あと、私もインスタグラムとわたるくんのノートも画面出したからフォローお願いします。はい。また、次の動画で、おいじわじわー。さようなら。いや、もういっぱい。いや、足しびれてる。あ、痛い。